らしいよ、こっちこっち。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。すいません、どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。そうですね、ちょっとまだ配ってます。あ、これ、はい、これは抽選整理券です。すいません、申し訳ません、気持ちもう少し一歩前で、とりあえずご整列お願いします。すいません。なんだ、なんだ、うん、やめっちゃいっぱいよ。まだ来る、うん、ほんまや。はぁ、やっぱみんなよく知ってはるからな、ギリギリに来はる。うん、うん、いっぱい200ぐらい。スロット専門店やからな。150台や。150台か。アイスオーバー。すでにオーバー。座れなかったら帰りますよ。今日は座れなかったら帰ります。座れないかもしれないね。ありえるね、だってダイスオーバーってことは、うん、ありえるやろ。そしてちょっと詰めてもらうから、ちょっと出てたんで、うん、でっけえな。 NO! でかいし、でかい。あ、もう足りないっす。そうっす。こっちはなさそうだ。剣が足りない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 し、店長がでかい。店員さん元気、うん、名物店長。あ、そうだ、うん、そらせば。ちょっと転がりません。もう少し手前方お願いします。剣が足りない、うん、美味しそう。前の方、詰めてください。すいません、少し詰めて。詰めてください。すいません、詰めてください。申し訳、詰めてください。前の方、りょう。りょう、お前そこはみ出さないで詰めていただいて。これもでかい。そうね。だって50メートルぐらいあったで、今。え、50メートル。ストレス系なの初めて。じゃあ説明して。今店員さんから説明があった。はい、ね、ちょっと本日、ね、たくさんの声が入ってもっと大きい。本はい、本日ちょっとね、たくさんの方にお集まりいただいてね、250名様を超える抽選参加さん、抽選参加人数さん、ね、というわけでちょっとね、台数がただ150台、ね、台数100人ほど、50人ほど、200番までしか点はない。ちょっと10回ぐらい。アホがバレる、うん。はい、で、その抽選番号が200番までしかないので、それ以降は米印がついておりますので、それを引いてしまったら一般入場になってしまいます。ハズレですね、はい、200人までしか並び扱いになれません。もう早速勝負。そうやで、うん、デッドアライブ、うん、米を引いたら即終了だよ、今日は。米を引いたら即終了、うん、米を引いたら即終了。これ初めてやな、うん、ちょっと面白いわ、うん、逆にちょっと米濃いと思うよね。やめてよ。面白いじゃん、米引いちゃうし。でもまあ、朝ね、台数以上に並ぶんだから、うん、すごいよ、うん、だって剣がない、うん、
この後ろに、私の後ろに100名様ほど並んではるってこと、うん、雨よね、ほんまにすごい、ね、しかも結構常連さんが多そうですね。そうだね、うん、なんか雰囲気、うんうん、さっきもね、スタバで結構話してきていたような傾向についてね、聞き耳を立ててしまって、ねうん、昨日はここが入ってたって、なんか、うん、今日だけじゃないらしいよ、うん、おはようございます。お、え、これ5番じゃん、これあんな、あんな感じなんだ。あ、初めてで、並ばないでもうそのまま入る。多分このままバーッと呼んで、多分何番って、じゃあもうここにいないといけない。そうですね、ありがとうございます。5番だった。初めて全然分からへんのに、どうした。混雑してるのでちょっとだけ整列させてください。お、ちょっとだけ整列させてください。50までは大丈夫です。1から50までは大丈夫です。51からこちら、51番のお客様からこちら整列させてください。あ、傘もあるんで、ゆっくり行きますけども、1から50はこの場で呼び出すんで、ここにいていただけたらいいです。51からこちら整列しますので、よろしくお願いします。ちょっと整列、1から、51から整列。さあ、51番以降のお客様はこちらお願いします。1から51番店長を呼び出します。すごいな。51番、はい、52番。りょう、傘あるからゆっくりでいいよ。50入れるまでこっち時間あるから。1番。はい、52番。はい、どうぞ。はい、53番。どうぞ。2番、ありがとうございます。3番。はい、おはようございます。はい、56番。4番、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、4番。4番、はい、どうぞ。はい、5番。はい、おはようございます。おはようございます。頑張ってください。はい、6番。よし、7番。8番。あ、なに、え、リゼロなの。あ、リゼロ行く。あ、いいよ、ここいいんちゃう、ここいいんちゃう。うん、どこでも、ここだったらどこでも取れるでしょ。ほんまやな。あ、でも昨日出てるな。出てないところがいいじゃん。あっちとかは、あっちとか、ちょっと一回見てみよう。あ、なんか取りやすいところがいいな。そうやな、うん、いや、じゃあほんとあそこで。どうする角、あ、ここでもカメラ立てないといけないよ。あ、ここ、ここ通路になるんで、あっちの方向の方がいいかな、うん、あ、そうだね、そっちの方がいいかな。55番。入場されたお客様にご案内申し上げます。お席離れないでください。入場が全て終わるまではお席離れないでください。離れてしまった場合は全て無効となります。トラブルになった場合は全て無効になりますので、確保券を置いてご遊戯して、お待ちください。こちらのアナウンスがあるまではお席を離れないでください。はーい、よっしゃー、なんとね、スロット専門店さん、ほんでな、150台、台数な、そうなんですけれども、ちょっとな、今日もう台数をもうはるかに超える250名様以上のな、お方がお集まりいただいた中、私抽選番号5番。そう、ほんで私な、ちょっとディゼロの角にしました。そう、ほんで今から一発目やっていくで、わしはコンビニや、はあ、わしはコンビニやで。あ、これ出るかもしれんで、あ、はーい、朝一はコンビニ、ほんで出ませんでした、確定演出な。そう、ほんで、そうやな、なんかな、そう、みんな特別何に、何が一番埋まりやすいみたいなのはあんまり分かりませんでした。そう、絆、ああ、やっぱ絆か。そう、ああ、そうね、そうやな、うん、そう、
前ジャグが結構なんか早めに埋まってる感じはわしもありました。そうここな、ここのなリゼロちょっとな、あのまあなんていうかな、フロアのど真ん中にあるのでちょっと周りをね結構見渡せる位置におったので、そのね入場して、まあ、席で待ってる間とかもちょっと見てたんですけれども、そやな、やっぱり絆マイジャグで後ろのバラエティのコーナーも結構な早めに埋まって、そういう感じですかね。もちろんリゼロな、そうリゼロはどっちかって言ったら、まあ、なんかなんていうかな、2つちょっと分かれてるっていうか、なんか塊が2つあんねんけど、私が今おる方が早めに埋まった感じはございます。そう奥やな、奥の方入り口から。ほんでわしはあのやっぱりな、角はそのわしらはちょっと収録でお邪魔させていただいておりますゆえ、そうやっぱ角はな、収録の心地が良いので角にせました。そう前日17の1って書いております。はい、そうで100回超えてる台もあっちの方にありました、前日がな。そうなんか機能とかもあるんですかね。そうなんか常連さんっぽい方のお話とか聞いてたら、ちょっとなんかな、そう週末やから結構力入れてはるみたいな、週末というかその連休中やし、っていうのもあったりとかして、今日だけじゃなくて、まあ、今日が特別に強いとかじゃなくて結構毎日、ああ N プラスや、そう入ってる感じなんかなっていうお話は聞こえてきました。そうだからもしかしたら毎日あるかもしれん、これは。そんな台数をな、100名様以上越してはる人気者やからな。そうこれはちょっとあるで、これは期待よ、期待でございます。はい、ね、もうすでにこの塊、この一塊リゼロのコーナーで、まあ、奥から2番目のリゼロがラッシュすでに入ってはって、でその右側のリゼロ塊も奥から2番目がもう今白芸戦ナウでございます。そうわしはまだ、あ、もし241ゲームや、そうそう、そんなくらいなのに、そう10時40分くらいや。はあ、今のところはだからちょっと奥に説が浮上しております。そうは言っても分からんよ、やっていこうやっていこう。よし B かな、はい、259ゲーム来た、煽りが来た、200後半できたから今のところは B の可能性が強いです。でなんならこのまま白芸に行ってほしいです。頼む頼む、よし来た、はい、お、じゃレア役や、あーロム G のやつや、はい、269ゲーム本日1回目の全長でございます。投資は8000円でございます。はあ、まだこうやっといて、まだまだ来たあかん、まだ来たあかん、あっち行って、あっちと、よし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 、赤赤赤赤赤赤来て、赤来て赤来て、一応押すわ、わしは頑張れ。はい、でも一応200後半できたから今のところは、まあ、B かな。これ300とかで後半とかでまた来たらな B よ。で B ってことは白芸の勝敗に大きく影響がございますね。
ので、ちょっと今ちょっとブラブラしに行ったんですけれども、なあ、前日そう、あっちから3台並びで回数めっちゃついてんのとかあって、で、確かにそのお、世界や、確かにさっきちょっと常連さんっぽい方たちがお話ししてはったん、会話が聞こえてきたんで、そう、結構3台並びとかでも入ってるよみたいな、でな、で、なんか末尾がとかも聞こえてきたんですけれども、そう、その辺はな、ちょっとあれやねんけど、そう、で、絆も、そう、前日、そう、昨日やな、そう、な、いっちゃん角のところとかも結構ついてたし、で、真ん中ら辺のとこにもね、そう、回数がついてんのが何台かあるので、今日だけっていうわけじゃない。ホラー入っとる。うん。ホラー入っとるわ。はあ。あおか。はい。ついに来たで。おっしー、そらそうやー。はい、B 天井でございます。な、もうずっと、まあ、朝一からな、後半でしか全長見てないから、そう、この回はな。そう、だから、で、今、500何歩で、520ゲームくらいで、そう、来てるから、これは B 天井でございます。B よ。行ってくるで、白毛。はーい、534ゲーム白ゲーでございます。本日初白ゲー、よし、投資は1万2000円でございます。うわー、アイテムが見事にすごいすごいアイテムや。大丈夫？いやいやいや、関係ないからな、わしの中でな、アイテム関係ない説があるからな、大丈夫やで、レムさんであるわ。はぁー、ブクさーん、64%、人生かかってんで、よっしゃ、いいセリフや。いけるやろ、そうは言ってもいけるやろ、いや、いけるやろ、最後にな、ベルヘムさんってな、わー言うてな、やってくれるわ。だって B やもん。よっしゃ、レムさんやったけど、いける、よいしょ、よっしゃー、ありがとう、すげえ2体な、わっしゃやってや、よっしゃ、みどりありがとう、レア役引いたで、レア役ちゃうわ、いいんちゃう、3分の1や、よし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 、めっちゃ来るやん、弱チェリー、よっしゃー、もう死にげ、よっしー、ありがとう、クジラの虫の息や、いける、これはいった、うわー、よかった、ありがとう、よっしゃー、よかった、とりあえずこれは勝ってるやろ、よし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 、 B でな、いってるで、これはまだや、あ、ありがとう、よっしみんなありがとう、はい、やるで、はい、ありがとう、はい、投資12000、白毛B 店の白毛完全撃破でございます。ベルヘルムさんが頑張ってくれたハワホンで、よーし、
よっしゃ。さあやってやるで。お、鬼が勝った連打。よっしゃ。やりたかった。長ない？ちょっと。ちょっと長ない？あ、49秒だった。ありがとう。長いと思てん。ああ、よくやんねんこれ。よし。これはすごかった。ゲームよ。ありがとう。復活した。よっしー、これは来たよ。赤やで。よっ、よっ、おー、はい、よっしゃ。はーい、ボーナスでございます。ありがとう。よっしゃっしゃー、ビッグや。せーの。ありがとうございます。あ、赤や。めっちゃいいとこおるで。最後にくれへんかな。ああ、やった、ありがとう。お、上手やん。10や。でもありがとうな。またくれはれへん。お、ほんまに来たわ。なんで50。あ、これはわかった。わしにエンディングをな、授けようとしてくださってる。ありがとう。これは分かった。察し。なんか小屋んかな。エンディング行かせてくれへんのかな。あー、そやん。もしエンディング行かせてもらえると思った。よし、子役の引きよ。はっ。あー、絶対行けたと思ったわ、今。これほんまにやってくれてんちゃうか。これこれほんまにちょっと導いた。あー、なんや、我をエンディングに導いてくださってるんかと思ったけどな。でもちょっとさっきのんとかな、導いてくださってる感あるけどな。もうくれはれへんかな。あー、どうなろうな。お導きお願いします。これはお導いてはる。やっぱそうや、うん、やっぱあるで。これな、エンディング決まってる説ある。うん、そう、今まで結構そういうのあったもん。なんか、なんでみたいな。なんでこんな、なんか、ちまちま、ありがとう、上乗せしあるみたいな。な、絶対あるわ、思ったもん。あ、早っ。でございます。はいね、やっぱりよ。よっしゃ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 、はーい、よ
ソルソルよっしゃ朝一一発目の白ゲイでエンディングを撮ったのよっしゃよっしゃいくら TJ フフよっしゃよっしゃいくら先生よっしゃ今歌できひんかったやっぱいい環境はいい歌を作っちゃうよね自然にはいというわけでね朝一 B 天井からの白芸勝ちエンディングでございましたStardust got roots everywhere Towards the night sky Doubting cool things every time Feel the infinite divorce It's hot like the blue band